のゾーンポタージュはゾーンがポップ盆栽に挑戦。今話題の日本芸術に触れさせるだけでなく、なぜかゾーンの恋愛話も暴露してしまいますわ。そのわけは後ほどのお楽しみ。そしていよいよ1ヶ月後に迫ったゾーンニューシングルの CD ジャケット撮影に密着。ジャケットも少しだけ公開するわよ。さらに以前告知していたライブをゾーンがリポート。ランズの活躍もお見逃しなく。それでは今日も張り切ってどうぞ。こんばんは。こんばんは。ゾーンでございます。はい、今週もですね、張り切って参りたいと思います。はい、はい、頑張っていきましょうか。頑張っていきましょう。早速いきましょう。はい、ダンスタイム目指してさまざまなものを挑戦するというですね、ダンスタイムの道。今日挑戦するのはポップ盆栽です。ポップ盆栽っていうのはこちら。従来の盆栽の硬いイメージではなく、器に足がついているなどのユーモアを加えた新しい形がこのポップ盆栽なんです。大スターを目指す、そして落ち着きのないゾーンにはぴったりのチャレンジだ。本日のゲスト、田島理沙先生です。お願いします。はじめまして、田島理沙です。なんとですね、田島さんの肩書きは世界で一人だけのポップ盆栽アーティストということで、普通の盆栽とどこが違うのかっていろいろ思うと思うんですが、基本的にはもうね、自由に作っていいっていう。なるほど。いわゆる自由気ままな盆栽ですね。盆栽で私たちにぴったり。先生が考案したこのポップ盆栽は伝統的な盆栽界でも現在立派に認められている芸術。さらにこのポップ盆栽で作った人の恋愛心理を占うことができるの。ゾーンの本日の発言に注目よ。初めて北海道上陸です。本当ですか。初公開よ。匂い嗅いだ方がいいよ。かわいいね。私は、はい、あのポップ盆栽をきっかけに、うん、盆栽を始めてくれた人たちのことを、はい、盆栽ダーって呼ぶことにしたんですね。盆栽ダー。盆栽ダーですか。じゃあ今日から私たちもそう盆栽ダー。今日使うのはここにあるのは新柏という種類の木です。はい、新柏というのはですね、初めて作る時でも手入れがすごく簡単です。簡単。はい、お洋服を買いに行く時とかに、あ、これ私を呼んでるとかってありますよね。はい、そういうのと同じ感覚で、みんな選んでください。はい、はい、わ、どうしよう。これ、この木だけが私は見てました。おお、いいね。はい、直感です。おお、そう、重要だよね。重要ですか。何事もそうです。はい、ピッときたわけ。うん、なんか一番若そうだった。そう、なんか若い感じしない？渋ね。これが気に入ったの。見てるところが細かくていいですね。なかなかですか先生。なかなかですね。だかよ、若い子が好きなのかしら。この後お姫様たちの作る盆栽が恋を語り出すわよ。はい、ガールズ。はい、じゃあまず苗木を切っていきます。はい、いきますよ。苗木を切ると言ってもどこから切るんだというあなた。まず幹や枝の流れが自分から見て一番よく見えるなと思う方向を正面と決めて、お好きなようにカットしていく。このように横にして切っていっても OK。 とにかく難しいルールは考えないで切っていけるところがポップ盆栽のハマるところなの。この子たちも案外すんなりやってるわよね。そしてゾウの恋愛、いやいやいや、盆栽に対する姿勢もしっかりチェックしておかなきゃね。だからこうやってあのポンポンとか作るとか、はい、ああいう感じで、いいじゃん、いい感じで。よし、まいこちゃん、まあ大胆にさっぱりきましたね。はい、どうですか。ね、小さいこのちっちゃい枝がでけなげに、これお気に入りです。うん、さっぱり系の坊主系のが、じゃあなんかこうごちゃ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 言うような人よりも、うん、サクッとサラッとしているような人も好きっていう。一個じゃ寂しいじゃないですか。うん、そっか。あの丸いを3つ作りまして、ね、綺麗にできたね。丸いのが3つ。こうやって見たら分かんないですね。どうしようかなって感じで。え、あ、3つの丸でどうしようかなってなっちゃってるのか。学士来てる子供ですよ。これ学士来てる。この子どうしましょう。いや、これ2人をつなぐのはこの子供だけなんです。このわずかな子供だけなのね。はい、分かったわ。深刻だね。いいね。シリアスだよ。シリアスな盆栽です。いいね、いい感じ、いい感じ。先生、ポップな感じで今からハートの木を。愛が欲しいから。そっか。愛が、まあ、そんな冷めた過程じゃなくて。うん、何、大丈夫ですね今回は。そうですね。スイートね、スイート。変わり続きましょう。向きが変え
続いて枝の方向を変えたい箇所に針金を巻きつけて自由に動かせるようにします。園芸用の導線を使えば硬い幹でも簡単に曲げられるようになるの。これをやると枝や幹の流れが全て自分の思い通りになるってわけ。怖い。いい感じ、いい感じ。こうなってんですよ。でこれで上を下に下げて、ここを持って、ここ持って、これを、うん、切った方がいいですか？このように針金をオブジェにしてしまうのもありなのかしら？次は入れる器を選んでいきます。はい。はい、何もまっすぐ入れなくても大丈夫なので、お腹からじゃあ選んでいきましょう。いいですか？はい。私これ、あ、取られた。早いもんが出てくる。イエイイエイイエイ。ビーズこれにしな。そうだって、私これの食べた中なんですよ。家庭の中の美味しかった、あのお味噌汁をもう一度ということで味噌ちゃん取られたので、ジャケクソで、これでいいかなと。じゃあ OK よ。はい OK。 これはですね、いいよ、これはロマンチックな感じで。あー、ワイングラス。そうそうそう、大人のムード全開なんじゃないの。食べた愛よりは。じゃあ最後に、はい、色味が合ってたのその通りって感じですね、うんうん、では続いて植え替えをします。まず8、選んだ器の大きさに合うような根を作ってあげるのが植え替え。古い根を全て取ってしまい新しい土をつけるという作業。苔玉になる土をつけ、ケト土という粘土状の土と赤玉土、水苔の3種類を2対1対1の割合で混ぜて器の大きさに合わせて根につけていきます。硬さ的にはこれができればあとは器に入れていよいよ完成。コップに変えちゃう。にょにょにょ、ここにもね。見せてみようか。はい、よし、糸巻きだ。あ、マジで。じゃんじゃん。それはきっとここがみんなそれなりの。あ、なんかしゃばりすぎた。すぎた。もうちょっと上だ。みんなほぼできたよね。この後もちろん先生に芸術点で順位を決めてもらいますが、今回のテーマゾーンの恋愛話は後ほどお送りします。東京都新木場、材木屋ばかり立ち並ぶこの場所でなぜか発売を1ヶ月後に控えたゾーンのニューシングル True Blue レンレンの CD ジャケット撮影が行われた。新曲ジャケット撮影に密着の巻。どうも皆さん、こんにちは、みゆでございます。今日はですね、新しいシングルのジャケット写真の撮影に来ております。いつもお茶会行くんでね、ね、飲まないけど何食べたいって言ったら居酒屋行くって感じ。梅干しちょうだい。だから変な人が来ます。高橋ちゃん、違う、頑張って。あー、やだ、食べたいこと言って。頑張って行ってきてください。頑張る。美味しくない。あの感じなんです、高橋ちゃんって。ちょっと最近思う、あの自分で言ってたんだけど、ここだけの話、うん、なんかクールガールを装ってるみたいな。ちょっとした勘違いですね。最近女っぽくなってるね。で、え、なってない？なったね。なったよね。なった。寝てたね。死んでんのかと思ってた。このままだよね。本当そうだ。このまま。変わんないよね。変わんないわ。どうする？暗いよ、やっぱり。暗いよ。だってネクラチームだから。
ったでしょ私に。だから2人がコンビみたいなんですよね今。相手にされるようになったんだ。なんでその言い方。地味に、あの地味に一番きついですよね。なんかミュウ言われる方が傷つくみたい。この日撮影した CD ジャケットをチロミス。以上、ゾーンのお仕事でした。結果発表。いよいよポップ盆栽が完成。まずは高谷の作品、ハート型が可愛いわ。続いてミュウは3つの丸をモチーフに和風の作り、みずほは針金がオブジェになってるわね。まいこのは随分さっぱりした仕上がり。先生に技術点とどんな恋愛感を持つのかを占っていただきました。いよいよお姫様たちの恋バナが聞けるわ。恋愛に関する心理テストでもあり。待って私、あの皆さんがこう何をイメージしてるのなんて聞いた時にですね、面白い番組そうなんだなんて考えながらですね、何ですかこれ。じゃあ1位の方、デデン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 、高谷ちゃんです。イエーイ、やったー、ありがとうございます。高谷ちゃんの恋愛は追求型です。どうしてかっていうと、もうね最初にハート型がいいって言って、もうずっとずっとハートの形をこう細かく作ってる、はい、かなり ね、 こうね理想が高いですね。あ、合ってる。あの この人は違う、合ってるのか、合ってるのか。これどう、理想が高いんですか。高いかな。いやでも高い、だって海のなんだっけ、あだって海の家を持ってる物件を持ってないとダメですよ。よく言ってるんですよ。そうなんだ、はい、ロマンティック。そして2位はですね、まいこちゃん。マイコちゃんは私が素朴型だと思いました。素朴型、あのね枝の数もパッパッパって減らしちゃって、もう素材にこだわるっていうね、ハートが全てみたいな。いいや、お前なんてなくてもいいみたいな。いい、無理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 。3位、みゆちゃん。3兄弟とか言って3人までは絞り込めて、もうどの人にしようかなって選んでて、逃げられないようにみゆちゃん気をつけてください。では最後はみずほちゃん。いらない、いらない。何これ、自分の。私みずほちゃんは一番最初にジョキ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 切り出して、でもね最終的に思ったのはね、勢いで行き過ぎよ。あ、すごい、合ってる、合ってる、合ってる。もうちょっとこうちょっとずつ考えながら。あ、すごいね。この4つの言葉をポンって出されて選ぶとしたらこれだよね。そうね、なんか自分で自分の首を絞める感じですね、みるほは。自滅型の恋愛ってでもさ、一緒に死んじゃおうみたいな、なんかそういう、ね、ある意味パワーがあるかもしれないよね。そうよ、私は結構そういう感じかもしれないね。好みますか、そういう恋愛は。いいですか、好きな人にはどこまでもついてきますか。はい、もちろん。いや、ハマっちゃったら怖いですよ、先生。理想は、理想、うん、理想はですね、ソフトマッチョで、うん、なんかね白いティーシャツが似合って海の家を持ってる人でしょ。そう、知ってるよ。もう全部知ってるもんね。全部将来一緒にチョコレートでやるんでしょ。わけわからないよ。赤は、うん、ちょっとワイルドな人が好きなんです。
マイコはね、うん、肩幅広くて、うん、いや芸人好きだな細くて、うん、髪がチクチクの人。あ、言ってたね。あと目がなんだっけ、目が、あ、メガネが似合う人。マイコのさ、知ってる理想の体型。何？あれじゃん、トイレマークの男の人。はい、私はうるさい人は嫌なんですよ。すごい喋る人っていうじゃないですか、うん、そういう人は嫌なんですね。で、男の場合はね、女も嫌いだよね。まあノーコメントで大丈夫、何してるから。それでご飯をすごいたくさん食べてくる人がいいんですよ。ガツガツ食べる人、ガツガツ食べてくる人。それじゃないけどダメよね、うん、それは4人1年初めて。そうですね、初めて。あ、じゃあ次はみぞですか。価値観の合う人かな。この価値観が分かる人、私についていける人が好きかな。ついてきてほしいの。あ、ついてきてほしい。あっちは 女だから、こう後を行くんじゃなくて私が先を行くからって感じですかね。ここでお知らせ。田島先生の防災用語を使わない防災マニュアル絶賛発売中です。ぜひ一読を。あなたもう、ね、そして本日の結果をボードに。そうだ、一回間違いになってないよね。オンチな感じで、みずほちょっとやばいわね。先日このように告知していたクラップスホールでのクリスタルライブに潜入してみたところ、暇だから遊びに来たぜ。なんでお前いんの。トニー、私は今日レポートしに来たんだよ、わかる。歌っちゃダメなんだよ。そう、言っちゃってダメ。だからしっかりみんなのちゃんとインタビューしてきてよ。はい。このライブにはゾーンポタージュの仲間ミサコも鈴の音として登場。あ、来ました。どうぞどうぞ。リハーサルお疲れ様でした。では自己紹介の方をあのカメラにドドン。鈴の音の美佐子です。鈴の音の玲奈です。はい。そしてゾーンの瑞穂です。あ、関係ない、すいません。ということでですね、美佐子の方はゾンポタでも一緒に頑張ってくれてますけど、はい、あの玲奈ちゃんはね初出演だと思うので、鈴の音でボーカルとギターなどなどやってます、玲奈です。よろしくお願いします。緊張してますか。はい、少し。大丈夫です。じゃあ、早速早速帰って。はい。そういうわけでしたけど、いいですね、皆さんリハーサルやって。私も出たいよ。そして同じくランズのトモカもソロで2曲を披露。ランジのトムカですね。はい、トムカに似顔をね頑張ってもらって、はい、精一杯歌ってきてください。はい、はい、頑張ります。ホールに次々とお客さんが入り始め満員に。リポーターのみずほと高井はどこ行っちゃったのかしらと言ってるうちにいよいよ開演。あら、出ちゃったの。楽しかったです。またやりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。なんか地に足ついてませんよ。あ、ちょっと燃え上がっちゃってるな。燃え上がってますよ。自分の体じゃないみたいな、ぼっこがついてる。大
私をちゃんと動いてくれるからいつも通り。忙しい皆さんは休みがちゃんとあるんですか？そして休みの日は何をして過ごしているんですか？何やってるんだろう。みは何？みはこの前すごい記録を作ったんですよ。記録？うん、何何何？11時半ぐらいから朝の、うん、はい、夕方の5時半ぐらいまで歌いっぱなししたの。お昼ご飯食べるときは止めたけど、あとあんまり止めないで歌って。なんかあったの？大丈夫かな？大丈夫かな？そう、初めてでした。みさんはとにかくもうまず家にいないから、はい、休みって聞いたらまず家の前に出て、うん、そこから決めるよどこに行くか。だって寒いじゃん今。いや寒くても何でも。マイコはね、休みの日今まではずっと寝てたんだけど、朝早いの起きるのが年わかる。なんかわかんない。休みの日だけ早いよね。わかる。だからでも5時半とかに起きんの。でもサンドレスんですよ。しないの休みの日は。しなくなったの。うん、ストレッチとかしてるのかい。してるね。完璧としたね。でしょ。赤はですね、引きこもりなので家にいて、うんね、DVD とか見てるんですけど。そうなんですよ。だからその映画の世界に行きたいなと思って、いつもちょっと将来設計を頭に。この間なんだっけ、チョコレートショップ経営するとか言って、チョコラを見てね。そう、うん、でまた違う映画見たっけ、なんか変わったんでしょ。そうそうそう、ダメ。将来設計は頭なんだ。将来のことね。あ、もうそういう年頃ですか。くれたのはあなたでした。果てなく夢見た、あの夕焼けに思いを焦がして、ずっとずっと続く道のり、遮ることはなく果てなく夢見る想いを胸に旅立つよ今。はい、そしてですね、はいはい、5月5日子供の日ですね、はいはい、北海道厚生年金会館で、はい、なんとコンサート、わいわい、詳しくは来週のドンポタージュをご覧ください。見てください。見てください。バイバイ。